秘宝です。気持ち悪いが動画外で行きました。イエイ。なんでだよ、なんで動画外で行っちゃったんだよ。いや動画が分かってない。ちゃんと動画内で行ってくんないといけないのに、もうなんか一人で作業してたら動画外でなんかテラーバードに殺されましたみたいなの上に出てきて、いやなんでやねんってなったよね。何のために俺が砂漠の中心に置いてきたと思ってんだよ。ほんともう砂漠の中心で愛を叫ぶぞ。はい、というわけでやっていきましょう。前回テイムした、パラなんとかなんとかと、動画外でテイムしといた、なんだっけこいつら、ダイヤウルフだ、ダイヤウルフ2体ですね。レベルは2と5なんだけど、多分あのお別れすると思うんで、あの天国多分行っちゃうと思うんで、そのうち。なのでレベルじゃなくて名前はつけておりません。で今回はね、いろいろやりたいことあるんだけど、ここ見てたらね、またね、あ、これ、望遠鏡、これ望遠鏡いいなと思って作ろうと思ったんだけど、撮ったのよ、これ。ただ、水晶が必要で、で、その水晶はどうやら、ワイバーンの巣の近くにあるみたいな、のをコメントでいただきました。ありがとうございます。で、俺の本命はね、どこだい、どこだい、だい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 、あった、金属の盾。もう今まで木の盾使ってきたけど、木の盾じゃやっぱ物足りないじゃん。なので金属の盾を作る。これね、メタルだけで作れるといいんだけどね。作業台か、ちょっと作業台行こう。作業台、インベントリを開く。であれは鎧だよね。あ、盾だ、盾、これだ。セメント、セメント、なんだセメントって。セメントもこれ取んなきゃいけない感じか。セメントもう取れるかな。あ、あるじゃん、あるじゃん、セメント。セメントは、セメントは何が必要なんだい。あ、間違えた、爆破じゃない。これたまに爆破やっちゃうから危ないんだよね。セメント、キチンかケラチンと石。あ、簡単じゃん。じゃあ作っちゃおう。見てこれ、剣だって、剣。この剣もちょっと取ってみる。鍛造でいいのかな。鍛造するにはより高温の炎が必要。炎、なんのこっちゃ。なんか溶岩とかそういうのが必要ってことかな。武器か、武器、原始的な攻撃力、これだ、剣。あ、メタルインゴットと木材だけで作れんじゃん。ただこれは後ででいいかな。剣は次回作ろうか。ちょっとメタルインゴット足りねえわ。で、ちょっとまだメタルインゴットに時間かかるので、ちょっと説明だけしておくと、今回やること、空を飛びたいんですよ。で、モスラと、アルゲンダビスだっけ、なんかそういう鳥の敵がいるらしくて、そいつらをテイムすると、そいつらに捕まって空に飛べるらしいのね。で、まあ、そいつらを探すって旅なんだけど、モスラさ、麻酔を打つとどっか飛んでっちゃうじゃん。だからそれでも根気強く追って捕まえるってことなのかな。で、まあ、それもそうとして、これ、はい、マップにティラノいたって書いてあるじゃん。ちょっと雑なんだけど、これなんだ、これ縦が緯度で横が経度だっけ。じゃ、ど、横が緯度だっけ、ちょっと覚えてないんだけど、まあ40と、70じゃないな、65付近にティラノがいたんですよ。2匹2匹で、どっちか絶対テイムしたい、もしくは両方テイムしたいんで、とりあえず地図にマーカー打っときました。でもこれは次回になるかもしんないね。できれば2つやりたいんだけど、ちょっとその空を飛ぶモンスター、恐竜を捕まえるので精一杯かな。よし、これで作れるかな。来た、金属の盾、大切に使わないとね。セメントもめんどくさいし、あのインゴ、メタルインゴって80はちょっとやばいわ。なのでちょっと大切にマジで使っていく。一応ね、このティラノがいた場所に向かいつつね、向かいつつ捕まえていけたらなって感じかな。で、仲間は全員連れていきます。一応ね、もう何があるか本当に分かんないんで、危ないから。いやー、肉食だらけだな。全部敵じゃんこれ、全部敵だな。あれ、待って、なんか飛んでる。え、めっちゃ飛んでる。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃなんか鳥みたいに飛んでるぞ、あれ。待って待って待って、ちょっと周りの敵をまず排除しよう。まずはこいつだ。なんとかトカゲ、モロクトカゲだっけ。縦構えてれば、お、見えるんだ、しかもこれ。お、すごいすごいすごい、かっこいいかっこいい。いけいけいけ、
よっしゃ、まず一体。テラーバードも39になったな、もう。あ、ほら、鳥いるじゃん、鳥。え？こいつ？なんかすごい弱そうだけど大丈夫これ。え？襲ってきたし。ハゲワシ。ハゲワシ？アルゲンなんちゃらってやつじゃないね。あ、こっちもハゲワシ行っちゃった。え、なに、もう一匹いんの？あ、いるいる、ハゲワシ、ハゲワシ。ちょっと、大丈夫？なんかめっちゃ、めっちゃハゲワシに翻弄されてるけど。ちょっと待って、これ、みんな助けてあげて、ちょっとパラ、ちょっと死んじゃうじゃん、あれ、このままじゃ。ちょっと待って。一旦逃げる、一旦逃げる。一旦みんなこっち来い。一旦みんなこっち来い。あれ、殺されちゃうよ、あのままじゃ。なんでハゲワシもついてきてんだよ。やれる？やれないか。いける？いけるか、みんな。あ、いったいったいった。ハゲワシ。こいつでもいいのかな？一応だって鳥じゃんね。ちょっと待って、ハゲワシこの奥にいっぱいいるかどうかちょっと見てこいよ。こいつら置いてって、捕まえられるな、捕まえたいしな。いないな。いないね。さっきの2匹はたまたま多分どっかから来たんだ。残念、くそ、あの2匹な。狙いたかったけどちょっと無理だったな。やっちまったよ。んー、いるいるいる。鳥みたいなのいる。でもこれどうやって狙えばいいんだこれ。てか襲われるんでしょ、だって。襲われるんじゃきつくない？あ、あそこにもいるじゃん。あ、ここ鳥だらけだ。だって飛ぶってことは崖っていうか岩の上に行ってもダメだもんね。ほら、いる。さっきの励ましじゃない？ほら、当たった。うまっ、俺。うまくない？あれ？どこ行った？え、一撃？やべ、一撃でいけたぞ。ちょっと待って。ハゲワシ。あれ？なんかこれ、インベントリ開けない。なんで？よし、どうだ？あれ、開けないインベントリ。ハゲワシはテイムできないってこと？それとも別のテイムの仕方があるのかもしんない。あ！あ、できた！え？あ、これはなんか気絶させたりする方法じゃないんだ。ちょ、待って、どっか、え、待って、え、旅に出ちゃう。待って、旅に出ちゃう。旅に出ちゃうよ、これ。ちょっと待って。ハゲワシさん、ちょっと待って。ちょっと待って。お前、肉だけ持ってって、あ、戻ってきた。戻ってきた。で、餌をさらに与える。オッケーオッケーオッケー。こうやって繰り返していくんだ。お腹減るたびに。めっちゃうんこするじゃん。あ、来た来た来た、やった。ハゲワシできた、テイム。これ、ハゲワシ。こいつが飛べるかどうかわかんないけど、とりあえずあの、タケコプターにしとこう。タケコプター。よし。これは、あー、なんもできないね。あれか、サドルつけたら、あ、サドルもねえわ、コスチューム。なんだよ、こいつ、飛べもしねえじゃん。飛べもしねえじゃん、こいつ。もう、どうでもよくなったわ、急に。登れるか？あ、登れる、登れる。あ、来た来た。これ来た。これ来たわ。帰るの？カルノ？あ、いた。お、しかも見て、このカルノなんかめっちゃ色かっこいい。気づいた。うら、これは捕まえたい。これは絶対捕まえたい。よしよしよし。麻酔矢なんで無駄にしたくないんで、確実に当てていく。うら、あー、もう早速外していく。あ、待って、もう逃げんの早くない？早い。ちょっと待って、そっち。あー、めっちゃ落ちるじゃん。めっちゃ落ちるじゃん。あれ、カルノどこ行ったの？あんな短時間でそんなどっか行っちゃう？とりあえず一旦ここで死ぬか。HP もう無理なんで。なんか水筒ってアイテムもあったな。水筒ってアイテムも作ってみようかな。あ、ここで死んどけば一応安心なんで。はい、さよなら。めっちゃ食うじゃん。めっちゃ食うじゃん。アルジュのことを。ここね。で、ここがあのティラノがいたところですね。とりあえず、ダッシュで戻る。水筒作って戻ろうか。水筒って多分まだ作れるようにしてないと思うんで。水筒、皮袋。徐々に水が漏れていく。これじゃないな。多分水筒があるはず。あれ、水筒ねえわ。
あらっていうの冷やしたんだけどな。まあいいや。じゃあこの皮袋、これ多分簡単に作れるでしょ。多分皮だけで作れるんじゃない。皮と繊維、これいっぱい作って持ってこう。そうすれば長時間移動できるんで。またカルノいる。あ、さっきのカルノだ。さっきのカルノ、ちょっと待って、サソリもいる。待って待って待って、なんで俺が戻る道に君来てるの。ちょっと待って、早く戻んないと消滅しちゃうな俺の荷物。おい待って、カルノ足速くて多分逃げ切れないんで、ここ慎重に、ここ大事に行け大事に。あのカルノ色かっこいいな、絶対欲しいぞ。大丈夫か、いける。あーやばいやばいやばい、くっそ阻んでくるなめっちゃ俺を。待って、くんなくんなくんな、やばい、やこれやばいかも。セーフ、行くしかないな。これバレるなよ、バレるな、バレるな、バレたんじゃね、大丈夫。オッケーオッケー、見えてきた。追いかけてきてないことを祈るばかり。よし、とりあえず回収で全て取り出して、よし。じゃあカルの居場所分かったんじゃ、カルのもう一回テーム狙っていこうか。お、いいいいいいとこ発見した、いいとこ発見したよ。いくぞ。あ、外した外した。うわ、サソリ気持ち悪い色してんのマジで。あの色は相当気持ち悪いぞ。ほら、さっき何発か撃ったんで多少は。あ、来た来た来た、サソリも眠らそう。ちょっとサソリがいちゃ取れないんでね、サソリも眠らして。お、眠った。うわ、気持ち悪い色しやがってよ。やばいやばいやばい。彼のレベルは2か。なんかレベル低いやつばっかだね。だから簡単に肉ないし、ちょっと。よーし、カルノゲット。そしたらね、カルノはちょっとミリタリーっぽい色してるんで、ミリタリーにしよう。いや、こいつ愛着湧くな。よっしゃ、おいで、カルノ行くぞ。カルノ、うわ、ほら、かわいい。特別な色してるよね、俺らが出会ってきたカルノにしては。よし、このままちょっと飛ぶやつ、アルゲンなんとかってやつか、モスラ、どっちかテイムしていきたい。あ、モスラいる、モスラいる、モスラがサソリに襲われてる。モスラが、あ、そこ詰まるんじゃない。ちょっと行こうか、やるか。あ、詰まってない。うわ、上行くじゃん、めっちゃ。あ、詰まってる詰まってる。いや、無理か、あれ。いや、無理だな。え、無理じゃね、あれ、どうやってテイムすんの、あれ。あれ、どうやってテイムすんだよ。ちょっと追ってみるか。サソリはね、ちなみになんか殴ると、あ、あれだ。麻酔の値を増加させるらしい。だから、サソリは、敵をね、テイムさせるときに結構いいらしいね。とりあえず、ここにいてもらって、仲間には。ちょっとじゃあ行くか。さっきのサソリの一撃でもしかしたら結構気絶値が溜まってる可能性あるからね。連続で当てると、連続で。行くぞ。当てて。さあ飛べ。飛んでからの、どこ行った、見えない見えない。え、どこ行った、え、上行った、え、じゃあ、早くない早くない、もう何も見えなかったよ。あ、あ、詰まってんだ。これは来たかもしれん。これ来たんちゃう？ほら、ケツが丸見えだぜ。どうだ？また、お、あ、気絶した！鱗粉撒き散らしたけど気絶した。リマントリア。モスラの名前はリマントリアって言うんだ。これ何食うんだろう？腐った肉と、ベリーと、食ってるかな？肉今ないんだよね。食わないか、ちょっと一応肉も持ってこようわ。肉食には全然見えないけどね。あ、テイムできてる、テイム上がってますね。じゃあベリーでいいんだこいつは。オッケーオッケー、じゃあベリー置いといて。よっしゃ、まさかこんな運よく詰まるとは思わなかったな、ラッキー。ちょっとついでにドエディクルスちゃんも捕まえていこうかね。ドエディクルスはね、なんか石集めとかにめっちゃいいらしいよ。こいつに騎乗して、なんか石とか殴るとすぐ砂とか石とか集められるらしいので、こいつも一応、でもこいつ足遅いんだよね。だから帰るときが大変なんだけど。どこ行ったどこ行った、ちょ、もう岩陰に隠れるのずるいよ、それ。あ、そこか。うれ、もうちょいじゃねえから、逃げたってことは多分もう気絶すんじゃない？まだか？まだ？
え、硬くない？オッケー、来た。もう一匹ドエディクルスがいるとね、怒りが伝染するんで、ドエディクルスもベリーかな、きっと。ベリーもないな、ちょっとベリーもないわ、もう。あ、うっしゃー、リマントリア。え、名前何にしよう。もう、まあ、モスラか。ずっとモスラって呼んできたから、お前にモスラという名前がふさわしいよ。本当にふさわしい。で、ドエディクルスも多分ベリー系だよね。ベリー系だと思うんで、ベリーをぶち込んでおこう。あ、食ってる食ってる。よしよしよし。あ、モスラ。あ、お前はそこまで気持ち悪くないね。あ、ほら、サドルを装備させてくださいって。これ、サドル装備させたら飛べるんだ。やったー、ついに空飛べるぜ。ちなみに、モスラのあれはもう取れるのかな。なんだっけ、リマ。リマなんとかなんちゃらみたいな、サドルだよね。あったあった、リマントリア、これだ。これ習得して、問題は簡単に作れるかどうか。あー、きちんとケラチンが95個必要だけど、まあ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 、ちょっと難しくなってきた、サドルの作り方も。結構ね、なんだっけ。うわー、めっちゃ飛ぶじゃん。うわー、ちょっとだけ気持ち悪いけど、サソリに比べたら全然マシ。これは今日はね、ドエディクルスが復活したら帰ろう。やば、めっちゃ仲間増えたんだけど。いや、俺結構群れて生きてきた人間なんで、いや、まあみんなそうか。ね、落ち着くわ。すごい落ち着く。なんかやばい、家族だわ。ほら、このカラの色かっこいいよね、やっぱり。なんか、仲いいな、お前ら。はい、ということで、今回はここでにしときましょう。ちょっとね、飛ぶとこまでやりたかったんだけど、まあ、次回、もうサドル作っとくんで、次回飛ぶところから始めましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。